なんだ、え、急にこける。誰ですか？キムさん。八神さん。え、どうしたの、そんなに慌てて。待てがる。何何、まあ、来た。すみません、私行きます。逃げてる。もう逃げらんねえぞ。え、めっちゃ囲まれてんじゃん。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか。え、葛西さん。あ、葛西さん、しつこいよ。あの子うちの従業員です。渡しません。何をしたの。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。え、 あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、うん、日本にはこういうことわざがあるんだ。宝は持ち去れ。え、持ち去れ。え、宝の持ち腐れだろ。だよね。え、なんか間違ってるんじゃない。宝は持ち去れって強盗か。うん、まああんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、タイヤ引っ込んでる。うわ、俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。うん、八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を。京浜同盟、社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生やろ。うわ、京浜同盟の人が来た急に。嘘、行け。あ、よし、よっしゃ、倒した。いやー、こや、うわ、やばいやばい、行け。うわー、やばい、よっしゃ。よし、よし、行け、こや、よっしゃ、倒したぞリーダー。いい、行け、行け、ほら。行け、おお、決まった、最後決まった。なんなの、急に来たんだけど京浜同盟。おお、びっくりした。つい、ちくしょう、優等生やろうが。うん、とっとと失せるんだな。うん、それとキムさんにはもう手出すな。ね、てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。声でか、おとと生きやがれ。本当に生きているんだ。バーカ、そりゃ追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。セリフ適当。キムさん大丈夫。八神さん、ありがとうございます、うん、でもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。え、ああそれもそうか。そうだね、グッドタイミング。キムさんよかったね。八神さん、すみません、私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。うん、京浜同盟とか言ってたが何者なの。うん、最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつらすごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。うん、はい、みんなあいつらには困ってます。この店の従業員の女の子もあの葛西に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。やだ。キムさんがかばってやったわけだ。なるほどね。店長として当然のことです。えらい。八神さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。うん、まあ一応気をつけるよ。私ここにいますから
困ったことがあったら言ってください。お、頼もしいよ。景品同盟たちが矢神を探し歩いています。無視できますが、あ、報酬獲得できるんだ、戦ったら。なるほどね。じゃあとりあえず外出ますか。ありがとうございました。え、なになに、牛、街頭さんからの連絡はまだ来ないか。どうしたもんかな。そういえば最近出てない、街頭さん。ん、え、ドローン、怖っ。なんだ一体、めっちゃ速かった。え、めっちゃドローン来てた、4つもミレニアムタワーの方に飛んでったな。ちょっと様子を見に行ってみるか。怖ーい、めっちゃ速くてビビった。何が起きてるの、カイトさんいんのかな。あ、ここか、こっちか。確かさっきのドローンが飛んでったのはこっちの方だと思うんだが。うわ、いるいるいる、怖い。 向かってくる。ちょ、おい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 、ちょ待てよ。あ、事故った。じゃあ何なんだ一体。すいません、小柄な男。ん、うん、誰。あ、待って、これ牛丼の人じゃん、店員さん。大丈夫っすか、怪我とかは。ああ、まあ大丈夫だ。もしかしたら顔同じだけかも。まあ大丈夫だ。そうっすか、よかったっす。うん、今回のカスタマイズも違うか。もう少しクイック重視にした方が。マニアックだ。何を一人でブツブツ言ってんだこいつ。おいお前、街中でドローンを操縦するときはもっと気をつけてたな。はい、申し訳ないっす。いやーこいつ飛んだじゃじゃ馬でして、はははは。いや、ははじゃなくて、お前の掃除が下手なだけだろ。うそれを言われたら返す言葉もないっす。でもお兄さん、ドローンの掃除って意外と難しいんすよ。いや、わかる、めっちゃむずいんだよね。やったことある、知ってるよ、一応俺も持ってるしな。え、お兄さんもドローンやってるんすか。あ、じゃあ僕たちライバルっすね。ライバル？ん？あ、ライバル。はい、ドローン持ってるってことは当然お兄さんも出場するんすよね。え、なんかあんの大会。出場って一体何に。え、お兄さん知らないっすか。ドローンレースですよ、ドローンレース。そんなあるんだ、ドローンレース。開幕。ゲームできんの。今日からこの街でドローンレースが開幕するんすよ、ちょうど今日から。で、僕は今そのテストフライトをしてたってわけっす。てか街中でしていいのこんな、ダメじゃない、危なくない。そうなのか。でもだからって街中であんなに高速で飛ばしていいもんなのか。ほら、やっぱダメじゃん。もちろんっすよ、なんたってレースなんすから、スピードを競ってなんぼっす。いいんだいいんだ、この世界は。そうだ、受付会場もすぐそこですし、せっかくなんでお兄さんも大会にエントリーしてみては。え、ほら会場こっちです。さあさあ行きましょう。フレンドリー、ちょ待てよ。お、こんな感じ。うわー、リアル。ここが受付室、なかなか賑わってるな。はい、みんなレースに合わせて機体をカスタマイズしてるっすね。カスタマイズか。コースの形状によってスピードのやクイックの性能を調整するのは勝つための基本っすからね。あ、そうだ、ちょっとお兄さんのドローン見せてください。え、キムタク持ってんの。うん、ああ。どこから出してくる。靴から出してきた。でかっ。うん、これじゃあちっと難しいっすね。なんかさ、ドローンの先っちょになんかついてない？ちょっとそのドローン貸してください。別にいいけど、何する気だよ。いいからいいから、さっきぶつけちゃったおわびっす。今回だけの特別っすよ。なんかアナグマみたいな顔ついてた気がする。
よし、これでオッケーっす。お前何したんだ。レース用にスピードが出るよう改造したっす。そんなんできんの。特に何も変わったようには見えないが、まあいじってのは中身ですからね。でもレースに出場して操縦してみたらきっと驚くと思いますよ。そうなのか。あ、でもくれぐれもドローンレース中以外は街中でスピードを出さないようにしてくださいね。ダメだよね。やっぱ最近はモラルのない操縦者たちのせいで世間的に規制規制ってうるさいんですから。ああ、わかった。さっき街中で猛スピード出して俺にぶつけたやつはどこのドイツだよ。本当だよ。うん、あそこはなんだ。あ、これはドローンラボっすね。ありそう。実際にラボ、まあ簡単に言うとドローンのパーツを作ってくれる工場っすよ。おー、レースに行き詰まったりなんかしてドローンの性能を上げたくなったら一度利用してみるといいっすよ。なるほど、あそこでパーツを作ってもらってそれを自分でカスタマイズするわけか。さてと、それじゃあ僕はもう行きますね。お兄さん、次はレースという名の戦場でお会いしましょう。わー、楽しみだね。うわ、あ、振り返った。あ、そういえばお名前は言ってなかったっすね。僕は牧原って言います。マッキー、俺は八神だ、よろしくな。お願いします。はい、よろしくっす。またドローンに関して何か困ったことあったら連絡くださいね。わ、また友達できた。ドローンレースか、ちょっとだけ参加してみるのも面白そうだな。いや、面白そう。いいね、ドローン。なんか今ちょうど流行ってるからさ、リアルだね、こういうの。うわ、来た。もしかして海藤さん。海藤さん、もしもし、すごいクマできてない？これから綾部と会えるぞ。気のせい。モグラの資料を流してくれる。やっと。さすが海藤さん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀。釣り堀？知ってるか。鯉女房って店。え？屋内の釣り堀？そんなのあったか。俺も知らなかったけど。へえ、あるんだ。やりたい、釣り。場所は七福通りだ。うん、先に行ってる。お前も向かってくれ。釣り堀したい。わかった。じゃあちょっと一回このドローンレースやってみようかな。気になるし、露出がすごいね。いらっしゃいませ、こちらはドローンレースの受付です。お客様はドローンレースに参加した経験ございますか？もし未経験なようでしたらレース参加前に一度テスト飛行、プレイすることをお勧めします。テスト飛行をプレイしますか？はい、承知しました。それではグッドラック。おー、なんこれ、いろんなコースがあるんだね。面白い。シンプルが一番いいのかな。初心者だからターボとか使用できるんだ。うおー、かっこいいよ、映像。鳥。よし、やるか。なんだあれ、あのメガネ何。うわ、すごい。うわー、なにこれ。わー、面白い。うわー、うわうわうわ、カーレースみたい、これ。うわ、バカレーン。うわうわ、これ信号機邪魔なんだ、むずい。アイテム速くなるやつか。うわー、マリオカートみたいだよ。うわー、今私は8位。うわー、5位だった。順調順調、いけよー。怖い、危ない危ない、この真ん中。やったーやった。あ、抜かした抜かした。あー、コースがなんか、うわぁ、早い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 。うわぁ、当たらんかった。あ、今3位だよ、すごい。うわぁ、2位来た2位来た。あとあの黄色いやつだけか。うわぁ、うわぁ、1位だ1位だ、1位来た。やったやった、あと20秒。うわぁ、うわぁ、おー、1位だった、すごい。名前なんかみんながリアルだ。
アップルパイ代表には勝ったぞ。すごい、めっちゃ楽しいじゃんこれ。よし、じゃあ本番行きます。じゃあシンプルロードで行きます。さっきと同じく緊張する。テスト1位だったけどな。次も1位取りたい。よしやるか。そんなメガネ何なんだろう。よっしゃ。てか最初から最後らへんってちょっとずるくない？うわー、いけー。うわ、今んとこ9位なんだけど。あ、あ、もう4位だ私。ここだ。あ、多分いけよっしゃ、いいぞいいぞいいぞ。うわ、あ、セカンド、え、スターボだ、来た、うわ、来た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 、ターボ来た、早くなってる早くなってる。よし、あ、2位だ2位だ2位だ。あー、曲がれ、早くなれ、イエーイ。うわ、来た来た、ターボターボターボ、早い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 。1位です、今私は1位です。うわー、2位になった、どこ前、あー、下にいた敵。うわー、あと20秒。うわ、この人めっちゃついてくる。あれ、今どっち。あー、2位だ、めっちゃ惜しい。あー、めっちゃ惜しかった。え、ネジ。あー、楽しかったです。じゃあ、恋女房に行きましょうか。ここか、あ、あった釣り。恋女房海藤さんが言ってたのはここか。うわー、レトロだよ、リアルだね。あ、この下か、ありそう本当に。うわぁ、海藤さんがいる。どうぞ、いらっしゃい。いいね。よ、こっちだターボ。あー、いいね。あー、釣りしたい。じゃあ話しかけます。綾部に話したらお前をここへ呼べって言われてよ。ただ俺も初めての場所だ、いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。うん、なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。うん、あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな、大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。うん、ん？おい、誰か来たぞ。え、はっ、めっちゃ来てるよ。え、悪そう。いらっしゃい、差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。あやべ、これ。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ、あっち行ってろ。違った、カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろう。うん、誰だって。とぼけんじゃねえ、痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか、俺ら何も。ああ、他を当たりゃ俺らがデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ。やばい。え、あ、やっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ、くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 、綾部に何の用だ。え、言わねえと痛い目見るぜ。持ってるナイフ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ、そいつは引っ込めてもらえねえか。うん、いい根性してるじゃねえか、てめえらよ。町のチンピラ、よくここにまで来たよね。うわぁ、いけ、あ、こんな狭いとこ、いやぁ、うわぁ、いけ、よし、よし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 、うわぁ、あ、あぁ、いけ、うわぁ、飛んで、飛んでいけ。これ魚の中
かな。い、いけ飛べ、うーくらえ回転、いけ、おー倒した、うー、なんだこの、ね、見つめ合い。まだやんのか、どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。お、綾部さんこれ、あ、間違えた。もういいよ、二人とも合格だ。お、合格。綾部さんは初めての取引相手に慎重でね、札の情報を売るんだからな、口の固い人間かいちいちテストしねえと。んー、じゃあこいつらみんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたは海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然、天然って、そりゃお前らが。まあ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 、で綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。内側、もしかして隠れてる。なんだこれ。え、下、そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン、ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。すごフランス語って柄かよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。こりゃサービスだ。おお、300枚もくれた。ラマンの鍵、下あるんだ道が。釣り堀もしたかったけど、こっちも楽しそう。うわ、結構下行くね。うわ、うわ、高そうな扉。あ、鍵か、ここで。古いやつだから、R1。開いた。開いた。豪華。うわ、すごっ。